ユキネ、何やった？別に何も。だったらなぜこの場を離れようとしていた？どうでもいいだろ。後ろめたい思いがあるからじゃないのか？うざいからだよ。どいつもこいつも何もしてねえっつってんだろ。そうか、だったらちょっと上脱いでみろ。はなんでだよ。いいから黙って脱げ。なんだこれ。てめえ、そんなに主を刺したのか。覚悟はできてるな。取ってくれ、早く早く取ってくれよ。八頭神に捧げし御霊拭いて賜りし女を守らん。何？汚れ払いて俗心は無に。赤き直き正しき魂。みそぎみそぎて清くあれ。みそぎとは身をそぐこと。これは神器が境界線を使って行うリンチよ。神器の罪は元人間である神器たちにしか裁けない。なんでこら。そしてみそぎは始めたら最後、途中でやめるわけにはいかない。神器が自分の罪の全てを洗いざらい吐き出し懺悔しない限り。ユキネ、何悪さやった？全部吐け。うるせえ、殺すだけが。さもないと。待て、あやかしに転じる。兄ちゃんに手伝ってもらったんだ。友達だろ。未来も思い出も家族も友達もあいつらには全部あるのに、なんで俺にはねえんだよ。なんで俺には何もねえんだよ。そうだ、気づいたら一人だった。俺には何もない。何も。やっぱり綺麗な目。風に揺れる三差しの実みたい。でも、その実は鳥も食べないね。甘くもなく苦くもない。毒でもないけど血肉にもならない。役に立たない空っぽの果実。誰にもついばんでもらえずに色あせ、何ともつながらず枯れてなくなる。枯れてなくなるのでなくなるの。かわいそうな子。全部奪って何が悪い。全部壊して何が悪い。みんな俺みたいに死ねばいいんだ。
ダメ、もうこれ以上は。大黒、国旗になってこいつを倒せ。張り食ってんじゃねえボケカス。俺が抜けたら決壊するだろうが。大体国旗じゃ色差し意味ねえんだよ。もっといい手ねえのかエリート。あれが飲み込まれたらもう諦めんじゃねえ。名前、あいつの名前呼んでやんねえと名前が消える。なんたって俺が見初めたやつだからな。あっちに行ってしまう。名前を。すまねえな、礼を言う。まったくだよ。日和にもこんなに面倒をかけるとは思わなかった。ユキネ、
こっち来い。すまん。お前も謝れ。ごめん、日和。もしここに連れてきてもらわなかったら、あのまま死んでいたかもしれない。もし連れてきた新規がノラだったら、苦痛に耐えかねてノラで雪音を切っていたかもしれない。もし雪音を呼び止めてくれなかったら、もし日和がいなかったら、こいつは俺たちを救ってくれた。